33万1000系電車は、韓国鉄道公社が保有する、交流用通勤系電車。2009年7月1日に開業した経緯、電鉄専用の車両である。6000系をベースに一部仕様を変更した車両。車内には LCD が設置されている。パンタグラフは、下枠交差式2台を33万1200型と33万1600型に2機設置している。 一時車は2009年7月1日の経緯、電鉄線開業に合わせて導入された車両。車体は6000系とは異なりアルミニウム合金製となっている。LCD は319000系と同じく、角度は上に2台ずつ設置されている。運転台はワンマン運転に対応した機器配置がなされている。また 331X12 回を除いて、 両線当車内に自転車を据え置くスペースが設置されている。2013年10月現在8両編成13本が在籍している。二次車は2012年12月15日の経緯電鉄線の高徳駅までの延伸開業に合わせて導入された車両。車両は一次車と異なりステンレス製となっている。LCD は35万1000系と同じく、 枕木と平行に1両あたり4台設置されている。当初、331X27 回は6両編成で登場し、他の編成は4両編成で登場したが、331X23 回から 331X27 回には2014年に、新造した中間車が増結され、8両編成化された。2014年4月現在8両編成5本と4両。 編成9本が在籍している。試運転中の 331X01F 全車両が軽技中央線で使用されている。8両編成は分散営機の全区間で使用されるが、4両編成は臨信高ソウル駅間の系統と、笠さ山間の系統でのみ使用されている。ありがとうございます。